最終ステージにようこそ、ユーク。お前だけは許せない。頑張って、ユーギ。始まる、最後の戦いが。もはや俺たちに言葉は意味を持たない。俺たちに代わって運命を決めるのはカードのみ。俺のがじいちゃんの魂のカードだ。ゲーム前に互いのカードをカット&シャッフル。ここまで這い上がってきたことには素直に敬意を払うよ、ユーギ。だがここがお前の墓場になるだろう。俺のデッキには最強を誇るブルーアイズホワイトドラゴンが3枚入っている。それに勝るカードはこの世には存在しないのだ。俺はじいちゃんのカードを信じて必ず勝つ。デュエル。砦を守る翼竜カード、攻撃。受けて立とう。俺のカードはサイクロプス。火球のつぶて。その調子よ、ユーギ。今のでカイバ君のライフポイントは200削られる。痛くも痒くもないね。遊戯に敬意を表し、最初のターンだけ花を持たせてやったのさ。次は俺がカードを引く番だ。まさか。邪悪なるワームビースト、すかさずバトル。受けて立つぜ。ワームビースト、攻撃。翼竜がワームビーストを撃破。攻撃力ポイントが同じだったから俺のライフポイントが減ることはない。まあよしとしよう。カイバ君のターンは終了したが、場にモンスターのカードがない。この場合手札の中から壁となるカードを出さなければならない。遊戯のターンだ。カイバの出した壁となっているカードにむやみに攻撃しても危険だ。ここは俺も守備状態にしておく。ターン終了。なるほど。俺がブルーアイズホワイトドラゴンを出す前に場に壁を増やしておくつもりか。しかしそれは無意味だな。ブルーアイズホワイトドラゴンを出さなくともお前を倒すことはできるさ。壁モンスターを攻撃表示にする。闇道化師の詐欺だが、こいつの今の攻撃では翼竜には勝てない。魔法カード、闇エネルギーで攻撃力を3倍にする。翼竜を攻撃、ダークグライド。どうだ、闇道化師詐欺に闇属性魔法エネルギーを加えたコンボ攻撃の破壊力は。確かにこのゲームは単に強力カードを入れておけば勝てるというものではない。モンスターカードと魔法カードのコンビネーションこそ勝利の鍵となるんだ。カイバ、やはりこのゲームを知り尽くしている。どうした？戦いはこれからだぜ。ユギ、頑張って。あなたのカードはおじいさんの魂がこもっているのよ。きっと勝てる。そうだ、きっとこの中にカイバに勝つ秘策が隠されているはずだ。こんなカードじゃ闇道化師は倒せない。他のモンスターを守備表示にして持ちこたえるしかない。ならば端から順番に蹴散らしてやるまでだ。ダークグライド。ダメだ、魔法でパワーアップした闇道化師を迎え撃つカードがない。さすがカイバ様だぜ。遊戯ってガキだな、防戦一方じゃないか。これじゃ戦いにならないよな。遊戯。遊戯、お前には少々がっかりさせられたよ。この勝負ブルーアイズホワイトドラゴンを出すまでもなさそうだ。じいちゃんは俺を信じてこのカードを俺に託したんだ。遊戯、お前ならカイバに勝てる。聞こえる、じいちゃんの熱い鼓動が。ホロハ、俺のカードを信じるぜ。暗黒騎士ガイアの
のカード。暗黒騎士ガイア、魔導騎士族の中で最強を誇るカードだ。攻撃スパイラルシェイバー。これでポイントはまた互角。戦いはこれからよ、遊戯。ほう、まだ切り札を持っていたか。勝負はわからないぜ、最後までだ。うぬぼれるな、結末は決まっているんだ。ブルーアイズホワイトドラゴンを引いた。とうとう出たか、遊戯。せっかく切り札を引いたのに残念だったな。ブルーアイズホワイトドラゴンの攻撃、滅びのバーストストリーム。遊戯、俺のデッキの中にはさらにブルーアイズホワイトドラゴンが2枚残っている。お前はもう終わりだ。遊戯よ、これが俺の力。手段を選ばずに切り札を手に入れた俺の執念の力だ。お前は仲間との結束の力を信じているらしいが、そんなものは何の役にも立たん。全ての情けを捨てた巨大な執念の前ではな。攻撃、破壊、大喝采。さあ次のモンスターを場に出せ。いずれ貴様のカードは底をつき負けることになるだろうがな。ダメだ、攻撃力の弱いカードしかない。守備表示。攻撃をすると思うか。しないね。そんなクソ弱いモンスターを蹴散らすより、ここはもう一枚カードを引いて場に攻撃モンスターを増やしておこう。やはりそうきたか。これ以上攻撃モンスターを増やされたら次のターンで確実に負ける。よくよく俺は勝利の女神に好かれているようだ。俺の引いたカードはまたしてもブルーアイズホワイトドラゴン。次のターンでこの2体が同時に攻撃を仕掛ける。絶対絶命だな、遊戯。遊戯、諦めないで。あなたは一人で戦っているんじゃない。そうだ、俺は諦めない。魔法カード、光の悟空拳を引いた。何、これで2ターンだけだがブルーアイズホワイトドラゴンの攻撃を免れることができず。だがこれでお前の悪運も終わりだ。ブルーアイズホワイトドラゴンが封じ込まれるのはたったの2ターン。2ターンで何ができるというのかな。このモンスターは守備表示にしよう。貴様の息の根はブルーアイズホワイトドラゴンが止める。さあ遊戯、地獄へのカウントダウンだ。カードを引け。俺の手札は4枚、その中でバトルに使えるのは1枚のみ。あとの3枚は意味すらわからないカード。やはり俺の負けか。ごめんじいちゃん、期待には応えられそうにないよ。わしは信じておる。お前ならあの少年に勝てる。そしてこのカードには結束の力が。じいちゃん。じいちゃんは何を言おうとしたんだ。カードにも結束力が。どうした遊戯、早くカードを引け。まさかこのデッキの中に。昔じいちゃんに聞いたことがある。デュエルモンスターズのカードは通常1枚に1体モンスターがいる。しかしこの世にはたった1体、5枚のカードが揃って初めて召喚できるモンスターが存在すると。じゃがの遊戯、いまだ全てその5枚のカードを揃えた者はおらんのじゃよ。つまりその幻の召喚神エクゾディアを見た者はおらんということじゃな。もしじいちゃんがその5枚のカードをこのデッキに入れたとしたら。そうか、封印された体のパーツを集めるんだ。遊戯どうした、命乞いの時間稼ぎか。早くカードを引け。封印されし者の右腕、これで4枚揃った。これで光の悟空拳の封印が解かれた。そして
俺の引いたカードは3枚目のブルーアイズホワイトドラゴン。次のターンで3体のブルーアイズホワイトドラゴンが総攻撃を仕掛けるぜ。さあ最後のカードを引け、遊戯。ダメだ、俺が集めた4枚のカードがエクゾディアのものだとしてもこのラストターンで5枚目のカードを引き当てる確率はあまりにも低すぎる。遊戯、忘れないで、あなたは一人じゃないのよ。このカードを引けば全てが終わる。たとえ結果がどうなろうとカードが遠ざかっていく。カードが遠ざかってるんじゃない、俺はカードから逃げようとしてるんだ。俺はカードを引くことに怯えているんだ。何も恐れない。ユギの顔つきが変わった。なぜだ。カイバ、俺は希望を手にしたんだ。俺の引いたカードは封印されしエクゾディア。まさかエクゾディア、あのカードは実際に存在するのか。いでよエクゾディア。カードと心を一つにすれば奇跡は起こる。お前の負けだ。そして負けた者への罰ゲーム、償いの瞬間だぜ、マインドクッシュ。うわー、お前の悪の心は砕け散った。兄様、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 兄様。木馬、カイは今闇の中で自分の心のかけらを拾い集めている。優しい心が少しでも残っているなら戻ってくるさ、きっと。勇気。